おお、すげえ、すごいね、マジで。どうもこんにちは。今日はですね、静岡県静岡市の今千頭駅ってところに来てるんですけど、ここはね、大井川鉄道の井川線っていう列車の、まあ起点の駅になってますね。今日はここから、大井川鉄道の、奥大井湖上駅に行ってみたってことでやっていきたいと思います。では行きましょう。レッツゴー。長島田上到着時刻は10時4分、各駅停車を中心17分、先ほど長島ダムの建設資材運搬用の道路でしたが、ダムが完成した今では先ほど線以下方面へ続く鉄道となっています。さらにご乗車いただきましてありがとうございます。この鉄道は皆様にお願いいたします。ただいま線路上電波を3つの間が起きておりまして、そのため臨時停車いたしました。お乗りいたしました。ずぶさみを終了しましたのでお願いいたします。
もう悪い。結構悪い。写真で撮る。かと思ったら茶箱、普通に中に茶が入ってんでしょ、俺どうせ茶、お茶が入ったお茶が入ってるタバコ、そう、ということで、今から展望台行きましょう。駅100、あそこですね。あ、こっちから行けない。あ、こっちから行けなかった。やば、50分、長いね。なんか全部防犯です。寒すぎ。あ、結構風強いんだな。結構風強い。すべてのさ国に越谷の要素を入れればいいのよ。むちゃくちゃ急。もうむちゃくちゃ急だな。普通にこれ。この角度だからな。タバコだなって思う。タバコに頼ってる俺みたいな感じだ。だから俺も時々あっちだった。スマイルハートここやん。着いたぞ。うわおー、すげえ。すごいね、マジで。いや、本当に綺麗だな。このレインボーブリッジっていう名前も俺は好きだわ。ダム湖が緑で、橋が赤で、空も青いみたいな。全然黄色とかがないな。うん、紅葉とかの季節に来ればいい感じ。紅葉に来たらマジでレインボーブリッジかもね。それになりたい。ハルコだから、ハルコ。それに半分なんか そこに戻りましょうかね。いや、いいね。線路の高さまで戻ってきた。あとは駅に戻って電車に乗って帰るだけだ。俺らあそこから来たのか。よく歩いたな、こんなに。ってことで、じゃあ戻りましょうか。この時間だともう誰も乗ってこないんかね。次はアプト一路、アプト一路です。列車の進行方向、左側前方の建物のあたりから線路の中央に。